古い骨とは、獅子動物の頭蓋内部にある骨である。人の古い骨は、全頭蓋下生中部に一つ存在し、鼻腔、脳頭蓋、眼下を隔てるほぼ方形の骨である。骨内に多数の空洞を含むため、体積に対して非常に軽い特徴がある。主な構成部位は軽管、古い板、垂直板、古い骨迷路、眼下板などの構造に分類される。 古い骨垂直板は、すき骨とともに微中角を構成し、景観と古い板は、全頭外下の一部を構成する。また古い骨眼下板は、眼下の一部を構成する。古い板とは、古い骨中央の水平面に平行に位置する骨盤のことである。上面から見た表面は、多数の証拠を有している。古い板は、前方で前頭骨の古い骨切れ根と、 側方で前頭骨眼下部と後方で長肩骨前縁と看合している垂直板右手側から見た図図右方向が顔側図左方向が等速垂直板とは古い骨正中下面から突き出るように下方に伸びる骨盤である古い骨迷路とは古い高方に左右一体として存在する多項性の部位であり垂直板によって隔てられる 古い骨迷路は、チス状の形態をした、古い骨チスによって構成される。眼下板とは、古い骨迷路外側の薄い骨盤のことである。アニメーション。古い骨を赤で、それ以外の骨を半透明にして示してある。ありがとうございます。